ルーファス・キング、ルーファス・キング、ルーファス・キング、1755年3月24日から1827年4月29日は、アメリカ合衆国の弁護士、政治家、外交官、マサチューセッツ代表として、大陸会議及び合衆国憲法制定会議に参加しほか、ニューヨーク州選出連邦上院議員と、中イギリス公使を務めた、連邦党に所属し、 1804年と1808年に副大統領候補、1816年に大統領候補に押された。1755年3月24日、ルーファス・キングはマサチューセッツ植民地のスカーバラで生まれた。キングはバイフィールドのダマーアカデミー、現在のガバナーズ・アカデミーとハーバード大学で学んだ、勉学の時間はアメリカ独立戦争で裂かれた。キングは ロードアイランドの戦いに参加した。イギリス軍がボストンから撤退後は、ハーバード大学に復帰し、1777年に卒業した。キングは弁護士として認可を受け、1780年にニューベリーポートで弁護士業を開業した。キングは1783年にマサチューセッツ州会議員に当選し、1785年まで勤めた。 キングは1784年から1787年までマサチューセッツ国代表として連合会議に参加した。1787年、キングはフィラデルフィア会議において書式整備委員会に参加した。キングは委員会においてアレクサンダー・ハミルトンらと緊密に連携、アメリカ合衆国憲法の最終草案を作成した。連合会議後キングは帰し、 合衆国憲法の批准獲得に向けた活動と自身の連邦上院選出へ向けた活動を行った。その結果、マサチューセッツ州は順調に合衆国憲法を批准したが、キングの連邦上院議員選任は失敗した。キングはハミルトンの勧めを受けてニューヨーク市に移住し、1788年にニューヨーク州下院議員に選出された。 合衆国憲法が発行すると、衆議会は連邦上院へ送る代表について議論したが、議員間で意見に相違が現れた。知事ジョージ・クリントンは、妥協候補としてルーファス・キングを推薦した。キングは1789年から1796年まで、及び1813年から1825年まで、連邦上院議員を務め、 キングは1796年から1803年まで、及び1825年から1826年まで、中イギリス公使を務め、主要な外交的役割を果たした。キングは、連邦党員であったが、トーマス・ジェファーソン大統領はキングが辞意を申し出るまで、そのポストを保障した。キングは、J 条約の交渉によってもたらされた問題を、成功理に解決した。 キングの在任中、米英間の関係は良好なものであったが、退任後の1805年に険悪なものとなった。イギリスにいる間、キングは南米の革命家、フランシスコ・デ・ミランダと接触し、個人的な友好関係を築いた。キングは、ミランダのベネズエラ遠征について支援者を探す、手助けをし、合衆国への渡航に手を貸した。 キングは1804年と1808年に連邦党の副大統領候補となったが、いずれも失敗に終わった。1816年4月、キングはニューヨーク州知事選挙に立候補したが、民主共和党のダニエル・トンプキンズに敗れた。1816年末、キングは連邦党の大統領候補に指名されたが、民主共和党のジェームズ・モンローに敗れた。キングは 連邦党最後の大統領候補となった。キングは奴隷制度と奴隷貿易について長期にわたって反対を続けた。このスタンスは道徳的信条に橋を発するものであったが、連邦主義を掲げたニューイングランドの政治的情勢と結びつくこと明確な反対運動へと発展した。1785年、キングは北西部領土に 奴隷制を持ち込むことに反対した。だがキングはことさら熱心にこの問題を取り上げることはなく、南部の政治的経済的利点を考慮し、政治的理由で妥協した。1817年、キングは奴隷貿易の廃止を求める上院決議を支持した。1819年、キングはミズーリ順州の連邦加入に際して、 奴隷禁止を求める法律を組み込むことを強く求めた。キングは政治的、経済的、人道的な議論を展開し、奴隷制度の拡張は解放と自由の原則に悪影響を及ぼすと主張した。1820年に水売り協定が結ばれた後も、キングは様々な方法で奴隷制の段階的廃止へ向けた支援を続けた。キングが議会においていった 最も大きな干渉は、1820年のタルミッチ、修正条項に関わる議論に他ならない。キングは、水売りリ州が州に昇格した際に、奴隷制度を禁止するよう努力した。キングは、奴隷制の撤廃が革命的なものであるとの印象を薄らげさせる、活動をし、任意の人間に対して、任意の制約を課す法律内視協定は、 絶対的に無効であると宣言した。結果的に、ミズーリ州は奴隷州として連邦加入をするに至ったが、キングは全体西洋的な奴隷廃止運動の発展に貢献した。この出来事について、後の歴史学者、デイビッド・ブライオン・デイビスは、政治指導者が求心的な態度で公然と、奴隷制度の法的正当性を攻撃した事例であるかもしれないと示唆した。 キングは1827年4月29日にニューヨーク州ニューヨークのジャマイカ地区にある自身の農場で死去した。キングはジャマイカ地区のグレース教会墓地に埋葬された。キングは1805年に購入した。この農場の一部は現在キング公園として開かれている。キングマナーと呼ばれる自宅は博物館に改装され一般に開放されている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。